試験中のケストレルケストレルとは、アメリカの民間企業スペース X 社が開発したロケットエンジンである。推進剤としては、ケロシンの RP-1 と液体酸素の組み合わせを使用し、ファルコン1ロケットの上段用エンジンとして使用されていた。ケストレルは、マーリンエンジンと共通したピントル構造を中心に設計されているが、マーリンのようなターボポンプは装備せず、 タンクの加圧によって推進剤を送り出す単純な圧送式サイクルを採用している。ケストレルの燃焼室とスロートはアブレーション冷却式で、高調力のニオブ合金製のノズルは放射冷却式である。金属としてのニオブは炭素繊維強化炭素複合材料と比較して、クラッキング耐性が高く、スペース X 社によるとノズルに分離時にロケットの下段やデブリが衝突し、 損傷を与えたとしても、エンジンの性能に有意な影響は出ないとされる。アブレーション材とニオブの境界に取り付けられたチタン製、熱交換器によってヘリウムによる推進材の加圧の効率を高めている。エンジンの上部に設けられた電気機械式アクチュエーターによってピッチと用の水力変更を行う。ロール制御とにはヘリウムのガススラスターを使用する。エンジンは トリエチルアルミニウムとトリエチルボランを利用した自然発火システムによって複数回の再点火が可能となっており複数のペイロードを搭載した飛行ではそれぞれの衛星を異なった高度傾斜角に投入できるファルコン1の新設計の2段目で使用するためにケストレル2と呼ばれる改良型の開発が進められていた2009年にファルコン1は開発凍結となり ファルコン 9V1.0 に置き換えられたため、ケストレル2が実際の飛行で使用されることはなかった。新しいエンジンでは耐久性や飛水力の向上、重量の低減が図られた。加圧供給式の設計を継承したが、ファルコン1の2段目で使用された2014、アルミニウム合金ではなく、 アルミニウムマイナスリチウム合金である2195を使用する新設計の二段目用として計画された。エンジンの変更箇所には一貫性を高めるために、交差を厳しくしだか、肥水力と軽量化が含まれた。ありがとうございます。